小口第一ダムは、石川県白山市、一級河川、手っ取川水系大添江川に建設されたダム。高さ28.4メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、小口発電所に送水し、最大17,600キロワットの電力を、発生する。1919年、大道電力社長、 福沢桃介を中心として設立された白山水力は、手っ取り川水系において1926年に、吉野谷発電所を、その下流に、鳥越発電所を1928年に完成させた後、1933年2月、同じく福沢桃介が起こした矢作水力へと合併した。矢作水力は、 白山水力が有していた手っ取り川水系の発電所を継承し、それらのさらに上流に小口発電所の建設を計画した。建屋を構えるのは手っ取り川の支流、小添川とさらにその支流、目付谷川が合流する地点である。小添川と目付谷川、それぞれの川から水を取り入れ、それぞれ異なる水路によって発電所建屋まで送水し、それぞれ異なる。 水車発電機によって発電するというものである。小添川上流において発電用の水を取り入れるためのダムとして設計されたのが小口第一ダムである。その建設工事は1936年に着工し、1938年に完成した。小口第一ダムを起点とする第一水路は水路の途中に調整値を設けることで任意での出力調整を可能としている。 落差は159.2メートルで発電用水車としてフランシス水車を採用した2台の水車発電機が設置された。一方、目付谷川より取水する第2水路は取水量が少なく水車発電機は1台限りとなったが落差は278.2メートルと大きいためこれに対応するべくペルトン水車を発電用水車に採用した。建設工事は 第一水路が先んじて完了し、1938年12月より、第一水路からの送水のみで、小口発電所が運転を開始。1940年1月には、第二水路の工事も完了し、当初予定していた1万7 2 0 0ットの出力を達成した。その後、1939年に日本発送電が発足。 小口発電所は1942年に出資されたが、戦後は日本発送電が分割、民営化され、最終的には北陸電力が継承した。2004年、北陸電力は小口発電所の出力を4 0 0ット増強し、1万7 6 0 0ットとした。城山も属する両城山地を隔てて、石川県と岐阜県とを結ぶ白山白川号。 ホワイトロード沿いに、奥地第一ダムがある。白山白川号、ホワイトロードは、有料道路であるが、石川県側から訪れる場合は、奥地第一ダムが料金所の手前にあるということで、通行料金を支払う必要はない。ダム天舗は、乗用車1台分程度の幅があり、人も歩いて渡れるようになっているが、危険であるから立ち入らないようにとの看板が、建てられている。なお、 ダムのすぐ上流に見える建物は、北陸電力が1961年に完成させた三つまた第一発電所である。白山白川号、ホワイトロード対岸の崖上を走る国道360号からは、遥か谷底にお添え川とスーパー林道、そして、奥地第一ダムを望むことができる。奥地第一ダムの下流、白山一里の温泉スキー場でのには、 小口発電所の調整地がある。小口第一ダムで取り入れた水を一時的に蓄える設備である。調整地から山道を進むと、小口発電所直上の水槽に至り、さらにその先には、目付谷川の取水口がある。なお、北陸電力は1984年、これより、さらに上流より取水し、丸石、谷川の水と合わせて発電する。 尾添発電所を完成させている。尾添発電所で発電に使用した水は、トンネルを通じて手っ取り川ダムへと送水されている。小口発電所の下流には、吉野谷ダムがある。かつては2門のローリングゲートが設置されていたが、現在は撤去されてしまい、当時の面影は薄い。小口第一ダムも現在は4門のラジアルゲートを有しているが、 厳しい自然環境にさらされ続けてきたことから老朽化が進行しており将来は吉野谷ダムと同様にゲートレスダム化することが計画されている小口発電所に関するカテゴリーありがとうございます